あ、始まりました。第2回、第2回、第2弾、はい、はい、始まりは上田さん近いハリポタどうでした？めっちゃ楽しかったすごい、こんな生き生きしてる浦井さんじゃないや、浦井さん初めて。感想はもうちょっと。2回乗れた。何？1回並んだけど。ハリーポッターですか？また行きたいですか？マジでまた冬に行きたい。次はね、誰と行きたい？誰かこの街と行きます逃げられた。というわけで、浦井さんは終わりで、これ三笠さん、あ、おった。何松浦さん、松浦さんが踏んでほしいポーズだけ。おはようございます。とても全員撮ろうと思って、今回夏合宿ドライバーじゃないということですが、その件に関しては知りたい知りたいです。一応話しとってください。はい、調子乗りすぎて事故っちゃうからゆずでね、ゆずでね、夏色歌ってたら去年バホンと、バーンと、こう俺の体で言えば耳から僕は全部ということで、お願いしません。あ、2万円払ってくださいそれは無理ですもん。浦井さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何がおめでとうあの、警察さんです。死んでもらうけど、よく警察さん、取れということなので、ミスダブルフィンガーです。死んでもらうけど、あの、ドーピング、いやえ怖いというわけで宮崎さんでしたあれにハマってるそうです。あと誰がおるっけ、エースケ、はい、はい、一言どうぞ一言、あ、トトロ好きだそうですね。あー、めっちゃ行きたいです。バスで、ね、早く行きたいね。連れてってください。夜行こうね。あ、いいですか。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。あの、またダブルフィンガー、宮崎さんお願いします。あ、それやない、それやつやない。次、ミスタニもう負けたくない。今回部長としてこの夏合宿を仕切るわけですが、その心意気はお願いします。なんかバーベキューあるんで、ちょっとコメント今控えて断られてしまいました。というわけで、お付き合い添いのお付き合い添いお付き添いの浩平さん、来年部長に向けての気持ちを会計ででも幹部には入るんだね。幹部には入るんだね。じゃあビーチおいで、はい、というわけで第2弾も終わりました。よし、またまたチャンスでさようなら。